ルートビヒ・オイゲン・ヨハンは、ビュルテンベルク公。ビュルテンベルク公、カール・アレクサンダーと、トゥルーン・ウント・タクシス公・公アンゼルム・フランツの娘、マリー・アウグステの間の三男、実質的な次男として、フランクフルト・アム・マインで生まれた。カール・オイゲンの弟、フリードリヒ二世、オイゲンの二位。ルートビヒは、少年時代を、兄のカール・オイゲンと共に、プロイセン王・フリードリヒ二世の宮廷で過ごした。 ルートビヒは1743年、フリードリヒ2世により、プロイセン軍の竜騎兵連隊の連隊長に任命されている。1749年により、ドイツ人騎兵連隊の連隊長として、フランスをウルイ15世に仕えた。1756年には7年戦争中だった、フランスとイギリスのミノルカ島での戦闘に従事し、中将に昇進している。 1793年に、兄が、着死のないまま死ぬと、ビュルテンベルク公爵位を継承したが、2年後に亡くなり、弟のフリードリヒオイゲンが後を継いだ。1762年に、バイヒリンゲン伯爵夫人、ゾフィー・アルベルティーネと既戦結婚し、間に3人の娘を設けた。ありがとうございます。